こんにちは。圧倒的な写真表現の世界観演出ができる撮影ボード制作の大浦幸子です。今日のお話はこちら、前回と一緒になりますが、アンドソーのカタログに写真をご提供いただいていますフォトジェニークの小島千佳先生をご紹介したいと思います。1冊目の時は小島千佳先生はこちら の本当にファンが多いと思います。この明るくて透明感があってピンクとフレッシュなグリーン、この写真大好きだと思うんですが、千佳先生がご提供くださいました。千佳先生は何といってもスタイリングです。もうファンの方がすごく多くって、でここの使っているお皿はどのお皿ですかって私にも問い合わせが来ます。でそれを私も名前まではわからないので千佳先生に問い合わせたところ、千佳先生ってすごく返信が早いんですよね。返せないときはハートマークだけでも送ってくださいます。それもすぐです。で後から丁寧に丁寧な言葉で、このお皿は何々のどこどこのお皿です、そしてお皿の裏面のロゴマークの写メまで送ってくださるんですよ。すごく丁寧です。そして、千佳先生は何よりも女性を美しく撮ってくださるプロフィール写真もとっても大好評です。私のプロフィール写真もいつも千佳先生に撮っていただいています。実物以上に綺麗に撮ってくれます。もう去年もですね、このアトリエを使ってポートレートの撮影会もしてくださいました。以前は名古屋の千佳先生のスタジオにも呼んでいただいて、お皿とカトラリーをアンティーク風に塗り替えるレッスンもさせていただきました。もうその節は本当にお世話になりました。千佳先生をもう愛してやまない生徒さんがたくさんでした。すごく楽しいレッスンでした。未だにあの時のレッスンに参加したものですっていう風にインスタグラムでも先日もメッセージもいただいたりしています。本当に千佳先生は信頼されている先生だなと痛感します。本当にありがとうございました。千佳先生もなんと2冊目のアンドソーのカタログにもお写真を提供してくださいますので、皆様またご紹介させてください。ぜひ楽しみにしていてください。千佳先生はポートレートの撮影会などもありますので、ぜひ撮ってもらいたいっていう方は千佳先生のインスタグラム、フォトジェニックさんのインスタグラムをぜひまめにチェックしてみてください。募集がかかることがあります。それでは今日はこの辺で失礼いたします。